はい、皆さんこんにちは、金倉えなです。今日は動画2本立てでお送りします。まず日本ハムとロッテですねの5位、6位、もういっぺんにやっちゃいます。もうね、ピョンチャンオリンピックも始まりますし、ちょっとまあ後からあげるんですけど、そのある話とかありますので、ちょっといろいろ溜まってますんで、もうパリーグ編さっさとやってしまおうということで、日本ハムロッテをのもうやつを全部やっていきたいと思います。はい、ということで、まず日本ハムですね。日本ハムはなんだかんだ言ってパリーグの中でも一番親しみある球団なんじゃないかと思います。私の中ではね。はい、2017年、去年の夏ですね、に、日本ハムの八木さんとのトレードで、うちの選手が日本ハム行ったんですよ。そこから岸に、私がヤクルトファンになるきっかけになった動画の、の実況なんですけれども、そこに入っていた、太田さんが日本ハムに行ったとか、その結構太田さん重要視にしてたりしてる実況者さんとだったんで、はい。それもあって、ちょっと一番日本ハムで、あとオフに大型トレードをするとかせんとかいう話になって結局せえへんかったっていうのもあって、結構親しみある球団だったりします。はい。で、まあうち去年夏行ったのが杉浦くんっていう先発投手なんですけどね。はい、結構多分元女子アナ、元美人女子アナの旦那や言って、多分人気、ニュースにはなってると思うんで、はい。ということでね、はい。まあ、まずは日ハムのあれやっていきましょう。予想やっていきます。日ハムは結構親しみある球団なんで考えるの早かったです。はい。こんな感じですね。まず、足の速い西川さんですね。この西川さんは結構盗塁警戒ですね。はい。盗塁警戒ですね、もう。本当にこの西川さんも結構盗塁うまい人ですよね、足速くて。なので西川さんを盗塁警戒って感じですね。はい。で、この人は地味に私期待してますっていうか、もうそういう実況ので出てた人なんで、結構頑張ってもらいたいと思っております。今年ドラフトで入ってきたドラ1の清宮幸太郎も結構注目してたりするんですけれども、地味にこの太田さんにも期待はしています。はい。で、2番ですね。で、3番はレアードさんで、この3番レアード、4番中田翔、5番中島は結構怖いって感じで、クリーンナップですね。はい。で、はい、もうこのね、中田翔だけはもうどうしてもなれないよねいや、もう正直侍ジャパンなんで要警戒ですね、この4番の中田翔さん。大谷翔平がいなくなったんで、結構まだ日ハムも楽な方ですけどね。はい。清宮幸太郎いなく、入ってきたんでどうなるか分かりませんけど。はい。で、ショートが松本さんで、アルシアさんかな、指名打者ですね。で、8番谷口さん、9番鶴岡さんですね。8番正直言って6から8は知りません結構出場 していた数で決めました。はい。で、鶴岡さんは9番ロッテの正捕手かなって思ったんですけどね。鶴岡さんってソフバンにもいたよねって、キャッチャーで入ってきましたかどうですか、ロッテファンロッテファンじゃない、日ハムファン、どうなってるんだな。え、ソフバンじゃなかったっけ、鶴岡さんって。あれ、気のせい。はい、わかんないですけど、はい、鶴岡さんが9番だと思います。はい。キャッチャーですね、キャッチャーで入ってます。日ハムはまあこんな感じですね。はい。で、日ハムの開幕投手ですね。は、
やんなかったですけれども、はい、開幕投手はもう斎藤佑樹さん決定だと思います。斎藤佑樹さんもね、オリックスかな思ってたら結構日ハムにおったっていうで、調べてみたらずっと日ハムだったっていう私が勘違いしてたのか、色が似てるからかな、そんなんかな。はい、ね、これも結構防御率で決めたところあるんですけど、5-6はもう結構当てもんだったりしますはい、でここまでかな、ここまで 1-2-3 はもうほぼ決定なんじゃないかなって感じです。有原さんとかも結構ビピッチング しますしね。日ハムは結構投手陣豊富だと思いますよ。大谷翔平出ていっちゃったけど、はい、大谷翔平が出ていった中でも結構日ハムピッチャー陣はもうすごいと、鉄壁だと思います。はい、で、はい、次がそうですね、で日ハムはまあ清宮幸太郎も来ましたが、まあ大谷翔平が出ていったことで、まあオールで、オールゼロで、プラマイゼロで OK なんじゃないかなって思うんで、はい、日ハムさんも今年は頑張ってください。で、次ロッテですね。はい、ロッテはこちらになります。はい、1番センター加藤さん、2番荻野さん、3番が鈴木大地さん、4番がペーニャさん、5番が門中さんで、6番が中村さんで、7番が井上さんで、8番が田村さん、9番が大峰さんかなです。はい、でそうですね、一応6-7の井上さんと中村さんで結構悩んだんですけれども、はい、ですね。で結構私が結構恐れているっていうか、そんな怖いなって思う人はここですね、3-4ですね、鈴木大地さんとペーニャさん、結構この2人打つんで、はい、結構もう結構な要警戒状態です。はい、このメンバーもあれですね、出場数とかで決めました。はい、でもね、ポジション調べるのが本当に大変だったあれなんですよね、誰だっけ、いや他のロッテの外国人とかも結構決めてて、サントスがいい、サントスもおるし、誰だ、アマダは楽天や、まあその辺の外国人選手がいる中でこのオーダーにするっていうのは結構きつかったです。はい、もちろんその交流戦とかにも出てなかった選手もいますし、それ考えたらもう結構これは試練なんじゃないかなって思います。はい、で先発ピッチャーはメジャー行くとか行かないとか言って世間をざわつかせ、結局行かなかったワクワクさんですね、涌井さんですね。はい、で開幕投手ですね。開幕投手はこれですね。はい、こちらになります。まあそう、さっき言った通りの世間ざわつかせた若い涌井さんで、2番が、ロッテの石川さんですね。で3番は佐々木千早さんです。これ去年のドラ1かなでしたね。防御率4点台でちょっと登板数少なかったんですけれども、でもこのメンツだったらいけるんじゃないかなという感じで思いました。とにかくロッテは、サワンエースいないのどうなんですかね、ロッテファン。サワンエース、サワンの人は防御率おったと思えば防御率16点台じゃなきゃ中継ぎやみたいなとこあって、結局全部上んで固めてしまったんですけれども、はい、
で、唐川さんもそうですね。もうこの辺みんな不安で、5、6当てもんです。もう、これみたいなので、メンバー表見て、これみたいなので、ホールドのついてないやつを適当に選びました。新外国人選手ですね。を選んだんで、ちょっと、采配的に、まだこの5、6は分かんない状態です。はい。そうですね。はい。でもまあ、開幕投手ワクワクさんは決定でしょう。そうですね。はい。こんな状態です。はい。で、ロッテは、最下位でしたけれども、去年引退した、井口監督、井口さんが、監督に就任したということで、はい。これから、どんどん変わって、ロッテは変わっていくと、期待しております。うちもちょっとね、同じ立場なんで、お気持ちわかります。はい。ってことで、ね、はい。ロッテも頑張ってください。ってことで、この後、お昼にため撮りした動画が一つあるんで、この後、この動画をアップした後、もうすぐに、その動画もアップします。はい。そうですね。はい。なんでもうすぐ2つの動画、ほぼ短時間で2つの動画をアップすると思うんですけれども、ご了承ください。はい。ということで、今日はこれぐらいにしたいと思います。チャンネル登録、この動画がよろしいと思ったら、下の概要欄から、チャンネル登録、それからグッドボタン、あと、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。以上、金倉えなでした。バイバイ。